最地を財物としてください。はい、実語教第7回目です。これもね、実際の授業の様子があるので見ながらやっていきましょう。兄弟常に合わす。はい。兄弟常に合わす。慈悲を兄弟通す。はい。慈悲を兄弟通す。財物長く存せず。はい。財物長く存せず。最地を財物通す。はい。最地を財物通す。ありがとうございました。この最初の2行のとこちょっとね、兄弟常に合わず慈悲を兄弟とす、自分を例に挙げますけど、私兄がいるんですね。ちっちゃい頃から随分仲良くしてきましたけど、ちょっとしたことでやっぱ喧嘩になりますよね。兄弟でもこれです。なのでね、友達同士なんていうのはもう簡単に関係が崩れてしまうんですね。ですから慈悲を兄弟とす。この辺の慈悲っていうのは お釈迦様みたいな立派なことではないと思うんですよね。一番いい例として何がいいかな。そうですね、約束とかでしょうね。約束を土壇場でキャンセルしたりとか、時間を守らないとかいうことがあったら相手はすごく悲しみますよね。でそこから簡単に友達関係なんていうのは崩れてしまうんですよね。この慈悲というのは相手に対する思いやりと取っていいのではないでしょうかね。友達との約束ちゃんと守ってますか？時間守ってますか？兄弟常に合わす。慈悲を兄弟通す。はい。兄弟常に合わす。慈悲を兄弟通す。財物長く存せず。最地を財物通す。はい。財物長く存せず。最地を財物通す。兄弟常に合わず。慈悲を兄弟通す。はい。兄弟常に合わず。慈悲を兄弟通す。財物長く存せず。最地を財物通す。はい。財物長く存せず。最地を財物通す。ありがとうございました。それでは。財物長く損せず最地を財物とす。これについてはね、似たようなこと最近よく言ってますよね。そうそう、最地を財物としてください。最地を財物とするために、これを理解していただきたい。世の奥様方、旦那の無駄遣い許してあげてくださいね。ね、買ったもので本当に最地がついてるのかどうかちょっと問われてしまいましたけど、それはまあ多分大丈夫でしょう。はい。